どうも、ボビー・アートレザーのボビーです。えー、今日は二千二十一年一、えー、月の二日ね、えー、第百二十三回目ね、ワンツースリーの配信になりますね、えー。まあ昼間ということでね、まあいつも十二時台に、えー、配信してるんですけども。 ちょっとねいろいろやってて <laughs> あの少しずれましたけどもね、えー、始めていきたいと思います、えー、タイトルはですね「えー、ここかな2021年、えー、チャレンジしたいこと」ねえー、まあそういうふうな感じでね、えー、タイトルをつけてみました、えー、もちろん常にいつも白紙ですもうここに今あ,、ね、ある思いみたいなのをはこう

見ましたけどねやっぱりこうおすごくくこう熱ななりましたね、うん、なんかあなんていうんですかね何、えー、でもこう一足飛びにはあいかないんくてですねやっぱこう一つ一つの積み重ねでですね、えー、やっぱこう最初はね誰もおなんていうない状態というか逆に逆風のような状態が多いような気もしますしね。まあで、まあ いいろろトークショーの内容もすごくうかったんですけどもね、まあまあ、多分あの YouTube とかでいろいろあると思いますんでね、まあ、僕も普段ねあのアトリエで過ごしてるんで、えー、ほとんど、ね、毎日一日何回かはその西野さんのですね、えー、映像っていうか関連動画で、えー、ずっとなんか、ね、流れてるんで、えー、なんとなくこういつもねこう浴びてるような状況ですけどね。うん あの僕もねあのこの「ボビー・アートレーザーの、ね」のこの配信もそうですけどブログを書いててもそうですしこの「ボビー・アートレーザーを」を始めることた時も始める前もそうでしたけどもねやっぱりこう逆風だっていうかあまあ応援してくれる人ももちろんいますけども「やめとけよ」とかあ「まあまあ大丈夫か」とかね。 心配の声をいたただきましたしね、えー、こういう配信もそうですねやっぱり新しいこと自分の中でもね新しいことを始めたりしてね、えー、何でもそうなんですけど結果っていうのはやっぱり時間を時間が、えー、味方してくれるというか、うん、もうあのなんですかね、うん、もうこのボビアドレザーをこうねあの。 ずっとこう続けながらあー思うことはですね、えー、華々しさはなくて、も地道なっていうか一日一日をですね、一つ一つこう <laughs> もう一つ一つ積み上げていく他はないような気がします、うん。あのブログもそうでしたね。何のために書いてるんやろうとか、あ誰が読んでくれるんやろうとかね。うん、あのー、まあ、そういう風うなこと。 感じながらですね思う時もありましたし何、うん、かこう何にもない水面の中ですね、えー、釣り竿ね餌をつけてあの釣,り釣り糸を垂らして、えー、ポワンとねこう水面にこう波紋がこう広がってそのままじーっとして何もないかなとかいう感じのそんなあ砂を噛むようなですね <laughs>、えー、日々をですね、えー、まあ,あそこね繰り返しながらですけどね。 あとはもう本当にで、えー、すか。いつも自分に言い聞かせてることはですね。今でもそう。今だに言いそうなんですけども、夜明け前が一番暗いということですね。<laughs> そんな言葉をいつもね、えーえー、つぶやいてますね。一日一回ぐらいつぶやいてるんじゃないですかね。いまだに。<laughs> うん。ねあのー、周りでこうブレイクした友達とかあいろいろ僕もこれまでね見てきましたし。えー 活躍されてる方とかやっぱりそういう素質がある方っていうのはあいるんやろうなっていうのはあ分かるってはあなんとなく肌感覚では言いますけどねなんかあうん強運な方とかねうんだから僕とかはあどっちかというとですね一つ一つうねもう何んですかまず続けていくことですねもうチャレンジしたいことっていうのはあ今まあこういうふうにえライブ配信していることはまずう目標としてはですね、えー 1> 1年やってみようまず1年365回かな九、うんあのー、月ね昨年の2020年の9月2日にからこ,うこのように、えー、身をみまねで始めてきたんですけどもそれをそうですね、えー、今年の2021年の9月1日かな まではまずどんな形であれ続けていこうかなとそういうふうに考えています。うんそこで見えてる見えてくる景色っていうのはきっとあると思います。うんあのー、その時になったら気づくこと。うんもちろん今もそうなんですけどね何でも始める時っていうのはあもう7割発信かな。うん。 もう完璧に100%こうきちっとやってえどんどん始めるっていうねことも大切なんでしょうけどもお僕の中でですねえ何を作るんでもまず7割発信で作品はあのあれですよ7割でぐらいではやりませんようんあのそれまでにねあのこう何て言うかあの目に見えないところではゴぞゴぞゴぞごぞやってますけど うん、あのこういう配信とかなんかこういう動き出す時っていうのはあもう7割発信でやってやりながら改善して改善して、えーねえー、方向もですね見定めながらいう感じかなもうほとんど僕も感覚です <laughs>、ねはい、そんな感じで、えー、チャレンジしたいことはま,あまず1年、えー、このボビー・アトレザーの「フィロソフィー・オブ・ライフ」この番組をですね、えー 進化させていくこと。9月ままず、目標は9月1日ね。それまでにもあのまあ、多分その外で、えー、ね。出かける時もきっとあるでしょうからあ、こういうね、えー、iphone でね、えー、やる時もあると思います。でまあ。何ですかね？この iphone もですね。もう限界があの？ メモリの限界みたいなんですかね。やっぱこう4年そこら経ったらですね、えー、Wi-Fi 環境以外ではもうほとんど落ちるっていうか、うんそんな感じになってきますんでね。えー、まあ今年のまず最初の目標はあ iPhone を新調しようかなと思います。<laughs> ね、まあ、あの容量の大きいやつ、性能というよりももう容量の大きいやつかな。うん、あのー。 なんていいいいろいろほら機能がついてるでしょあのこういうスマホってあのなんですかあカメラとかあなん、ね、音楽のこととかいろいろねスペックあるんですけどおカメラもですねもうデジカメがこの,このカメラで撮影することも,もうたまにはあるんですけどおほとんどもうやっぱりこう一眼レフ使ってますんで、うん、あのまあうあの最新がいいのは分かってるんですけどね。 うん、かそまずそこからかなあとまあ時計をどうしようかないう感じかな、うん、アップルウォッチにするかどうかね <laughs> あそんな感じで,であのもう今年まだあ2日目、ね、まだ2日目でももう1日2日目でねこの時間になってますんでね、えー、気ぜわしいままですけどね、うん、いやもう本当にもう僕もおワクワクしますけどね。うん、あのー この先をどういうふうに、えー、時代とともにね時代の中でどういうふうに、えー、ボビー・アートレーザーというのがあ、ね、このご覧の方のです、ね、お役に立てるか、うん、そのことをね、えー、考えながらあ感じながらかな考えるよりもどっちらかというと僕は感じるっていう感じで動いてますから、うんえー、もう勢いで <laughs>、うん、ねまあそんな感じで、えー、まあ,あ チャレンジする1年でありたいと思います。はい、えー、ありがとうございます。あ、ひでみおさんね、明けましておめでとうございます。あ、ご覧いただいてありがとうございます。ね、えー、またね、えー、今年もね、いろいろ絡んでやってください。えー、宮城さんおめでとうございます。おめでとうございます。ね、えー、またね、えー、これなかなかね、こうコンサートとかね、行く機会もなかったりするんでね、こういう,うあのー。 配信からね、えー、でこうコミュニケーションが取れればあ幸いです。ねえーまあ、この間あねズームズームかな、うん、ズームをーねあのや,やったりとかあチャレンジしながらですねうんあのー、設定とかをねやってたんですけどもやっぱこういうちょっとした設定からですね、えー 初めてのことばっかりなんで戸惑いは多いんですけどもん,なんかそういうふうなこともちょっとずつやりながらでないと覚えられなくて僕の場合いろいろこうねやる前からこうおののくんですけどまずこうその中に浸かるっていうか <laughs> <laughs> うんダイブするっていうかねうんそっからもうこうねその中にこうドーンと入っていったら ももうもがくしかかなないいじゃないですかもう水かきじゃないけど足をこうバタバタバタとこう、ね、沈まないように、うん、そんなからですね多分そのいろんなことがあのシュパッチパッとこうアイデアが出たりとかね、うん、なんかそんな気がしますね、うんえー、まあそんな感じでですね、えー、<laughs> チャレンジングな一年にしたいと思いますそれでは、えー、またお会いしましょうボビーでしたじゃあね Bye.